皆さんおはようございます。今日もあなたのくるくるクールがマリオメーカー遊んでいきます。今回はザ・キャノンライダーハイプレイヤー、ベストクリアタイム37秒、クリア率 8.89%、 こちらのコースを遊んでいきたいと思います。このコースはですね、まぁ、ちょっとトラウマ界の方からすごい面白いよという話を聞いて、試しに遊んでみようかなという感じでやったらいきなりチャップ発見。こういう隠し要素もいっぱいあるのかな、楽しみだわ。キラー砲台が足元をうようよ動いてる。うようよ動いてるよね。なんか浮いたり沈んだりしてるような気がするんだけど、こういうのはうようよっていう他に何か表現ありますかね。うようよでいいよね。早めに登っていった方がいいのかな。お邪魔しまして、ここは壁キックほい。いや、いらないよね。壁キックすると逆にミスりそうだからやめておこう。決して壁キック失敗したとかじゃないですからね。チャップがまた出てくる。クラウンが神をチャップ打ってるんだ。次は何だろうな。あのボム兵は爆発しちゃうでしょ多分。速くなった、速くなった。おーすごい、怖かった。速くなるとは思わなかったわ。一体このキラー砲台の下には何があるんだろう。イエーイ、お邪魔します。中間ください、中間ください。やったね。やっぱりいいコースには中間がある。ここは残っていくのはちょっと無理かな。しょうがない、扉に入っていこう。ラウンド2、ここでキノコいただけるんだけど、びっくりした。え、しゃがんでないとダメだったのか。いきなりキノコを失っていくスタイル。よいしょ、こっちでいい。はい、降りますよ、降りますよ。置いてからないように、こっち。一体下では何が動いているんだ。ええ、待って待って待って。あ、左に行けばいいのね。了解、 OK、 わかりました。はいはい、こっちかな。いやー面白いわ、こういうギミックの作り方。覚えて今度作ってみようかな。叶うように頑張れ。うん、負けないよ、本気出すよ。今はまだ本気出してないだけ。どっかのニートみたいだわ。これは上に上がるのか下に落ちるのか。下に下がった。そして土管にお邪魔します。中間2つ目、イエーイ。次は一体何だろう。またキラーに乗っていくんだと思うけど、ボス戦かな。よいしょ、だいたいこういうコースだと最後はクッパ戦とかクッパジュニア戦とか待っているんだけど、落ちてしまった。1、よし、下が見えたぞ。計算通り、メットとテレサがいっぱい乗ってた。計算通り。時々動きが変わるのには気をつけないといけないですね。うん、いいですか、今あの皆さん下を見ようとしただけですからね。よいしょ、くるくる。ここはしゃがんでいって上か、はい、こっち、そしてまた上、下、左右左右 BA。 よっしゃー、土管にお邪魔しまりよ。ゴールかな、ゴールだよねきっと。イエーイ、やったー。いやー、さすがおすすめコースだけあって面白かった。最初から最後まで息を呑むところの連続でしたね。こういうコースまたあったらぜひ教えてください。ザ・キャノンライダーハイプレイヤー、2分30秒でクリアできましたね。37秒でクリアできるっていうことは隠しルートがどこかにあるのかな。はい、お待たせいたしました。お次は同じ型のコース、メカニカルスピードラン、30秒かな。ミディアム、難易度がミディアムっていうことかな。クリア率 2.55%、 ベストタイム27秒、こちらのコース遊んでいきましょう。まあベストクリアタイム27秒ってことはやっぱり30秒制限かな。ここはまずは下か、うん、上をくくっていくのかと思っちゃった。大外れ。キャノンボールをして、はいはい、壁キック登ってくる。チャップを取ったら次は大ジャンプか。このね、メットを大ジャンプで乗るのか普通のジャンプで乗るのかの見極めを瞬時にやんなきゃいけないの、結構実は難しい。大ジャンプ、オッケー。ここも大ジャンプかな。次はガリガリにザクレ、オッケー、わかりました。そろそろさっきやられたところになっちゃうんで要注意やで。
ここでしてやられたと思う。大ジャンプだと見た。オッケー。30秒スピラーならそろそろゴールだと思うんだけど、残り5秒。間に合うよね。これ間に合う？本当に間に合う？うわーおー。すーごい。いや、本当によしこさんだわ、この人のコース。もうお気に入り職人に登録しちゃいましたからね。これからもどんどんこの人のコース遊んでいきたいと思います。メカニカルスピードラン、ありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいくれ。はい、お待たせいたしました。お次はこちらですね。このコースもこの人面白いコース作ってるんだよっていうことで紹介していただいたコースになります。クリア率 29% かなり高いんだけど、おすすめっていうぐらいだから、やっぱりさっきみたいなドキッとする仕掛けがいっぱいあるのかな。さて、まずはこの砲弾は踏めないよね。上には行けない。はい、このツタに捕まれるか。ツタに捕まってメットを発射すると何が出てくる。あ、上にこれで行けるようになると謎解き系のコースですね。 OK、 わかりました。チビマリオにされるのもお約束。あのボンド兵は何を壊してくれるんだろう。え、壊してくれないのかな。扉に入ってみると、あ、はいはい、これ叩くやつだ。あー、行っちゃった。戻ってきて、早く。よいしょ、叩いたぞ。これでこっちの部屋に入ると、あのブロックがどっかからやってくるんじゃないかなと思う。クッパクラウンを押し上げて、あそこにボム兵が乗る。動きが速くなる。で、ピーポーン、ツタが出てくる。すごい。これを上に行けばいいのかな。こっちだね。どん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 進んでいくる。さて、ここはカメさんをどうにかするのかな、やっぱり。行くよ、カメ。チクワブロックごとカメを落としてやると、パウが降ってきた。これは普通にぶつけていいね。よいしょ。また動き出す亀。さっきと同じかな。こっちから出てくるのはスター。よし、これは上に登っていって、叩くよ普通に亀。いいよね、戻れないから多分間違いない。こっちの音符は何が入ってた。今消えちゃった。チクショウめー、叩いちゃダメだったかな。そんなことはないかな。これはわかりやすい。こうすると上のブロックを破壊してくれて、キラー砲台から何かが出てくる。メットか。いいね、この度数を動かすギミック、私結構好きなんですよね。自分のコースでもあの靴狩りっていう結構遊ばれているコースを作ることができたんですけど、そのコースでも使ってるギミックになります。ここはなんで落ちないの？あ、下にキノコがあるのか。了解了解。上のパウブロックを叩けばいいのかな？よいしょ。叩けないぞ。さて、どうしようか。このパウブロックを落とせる。あ、落とせた。届くんだ。こっちは届くんだ。そうすると、ツタが出てきて、パウを叩けるようになっていくる。で、どうするんだろう。左に戻ればいいかな。よいしょ。土管に入っていけるようになると計算されてますね。完璧ですね。ブラックパックをこっちに移動させて、これも移動させてあげるのかな。シュドーンということで上に進めるようになる。スタ、これ叩いておいてよかったのかな。下にバブルがいっぱいあるけど、あのクリボーを何かに使うんだろう。あー、これで炎を吐いてくれて、ボム兵ドッカン。危ない危ない。ここにいたらやられるところだった。どこが壊れる？ここのブロックか。チュドーン。これで、先に進めると。いやー、本当にいいコースを教えてもらってありがたいわ。何にしようかな。これは P スイッチを先に踏んでいいのかな。こっちのも先に落とせるけど、落とさない方がいいかな。いや、Pスイッチは踏めるのかと思ったら踏めないのか。ということはこれを落とすしかなさそうだね。まずはこれ。で、何が変わったかな？Pスイッチは踏めないし、上にも行けないし、上じゃない、右側のファイヤークッパークラウンも動かすことはできない。よいしょ。さあ考えろ。くるくるくる。このさ、上の赤砲台は何が出てくるの？ファイヤーか。なんでさっきまで出てこなかったんだ。
これでブラックパッキンが落ちてきて AP スイッチを踏んでくれるようになるんで、まあ、ここ落とすのは間違いない。で、多分あのメットが右側の方に進んでくれるのかな、多分ね。おお、意外なところから来た。こっちの下を登っていくと、あ、なんだ、これで終わりか。右側のファイアクッパクランとか使うのかなと思ったって、やっと中間だ。そういえば中間なかったのかな。上に登っていけば OK、 任せて。よいしょ、このぐらいのアクションだったら、あ、何が降ってくる。メット、これで度数を持ち上げられると、思春期度数、これをこっちに誘導してあげると、誘導できる？これでいいのか。もうちょっともうちょっと。オッケー、ピンポン。こっちにおいで、ドッスン。思春期ドッスン。早く、早く。よいしょ。もっと早く動けないのか、言えば。そうか、そうか。近いと落ちてきちゃって全然動かなくなっちゃうのか。これで思春期ドッスンをこっちに持ってくることができたんで。おお、あれで動かすのは新しいわ。最後までお世話になります。ここでファイアクップルクラウンに乗って、これは壊していいんだよね。壊すよ、本当に壊すよ。よいしょ。何を壊せばいいのかが皆目わからないんだけど、とりあえず全部壊す。あ、そしたらこっちに来て鍵を取ってくれるとありがとうございます。ブロック全部壊すんでよかったのか。そして、うわあ、これは怖いやつ。急になんか落ちてくるんじゃないの？やだよ、そういうの。これを踏むとパワーブロックが落ちてくる。違った。落ちるのかと思ったら笑われた。もうダメだよ、人が一生懸命やってるのに笑うなんて。あ、しかも左側のパワーブロックを叩かせてももらえない。畜生めー。ここは？スターが入っている。はい、これも叩けるかな。叩けるね。やり直し用の扉なのかな、あれは。よいしょ。これでどんどん上に登っていって、どんどん防虫、どんどん防虫。また何か出てくる。メットかトゲか。トゲをゲット。これで扉にお邪魔しまりよ。今度はチョロプーを連れていくのかな。あ、落ちちゃった。あのチョロプー連れていくの実は結構苦手です。よいしょ。この辺。よいしょー。畜生め。ここです、ここです。この辺です。早く来いよ、チョロプー。よいしょ。あ、嘘！残り97秒しかないのに、こんなところでミスるか。ええーい。こっち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 、おいでおいでやさ、おいでやさ、おいでやさ、早く来い、早く来い。これはもうここで待ってるしかないでしょう。来る？はい、来た。バネに当たらないように、もしくはチョロップの勢いを殺して、この辺、違う、この辺。よいしょ、オッケー、やっとかき取れた。これで次はもう時間がないから、俺相当今焦ってますよ。ヒップドロップ。ヒップドロップでいいんだね。よーし、鍵をゲット。靴の取り扱いなら任せて。上に登っていくよ。入っちゃったよ、本当に。オッケー。よーし。何がある？何がある？ここには入れないよね。うん。扉に入ってみるか。お邪魔します。残り40秒切ってる。ファイヤー落とす。はい。これで、ドッカン。雲が出てきて、登るのはどこ？登るのはどこ？ここ？ここ？おーし！いけるいけるいける。今だ。急げー！くるくるくる。やばい！このダメージを食らう時間すら、もどかしい。残り20秒。そして中間っていうことは絶対間に合わないスタイル。ボス戦かよ。ここはどうすればいいんだ？耐えるのかな？耐えるのかな？何秒耐えればいい？残り10秒。10秒で間に合うぐらいの時間でやってくれ。ただ耐えるだけ。7、6、5、4、3、2、1、
ゼロー、畜生めタイムアップ。さて、まあ、今の避けるのはね結構楽勝でした。この間ナオさんもランダムに避けるコースとかを生放送でやったんだったっけかな、まあ、ああいうのに比べたらこのぐらいの隙間があれば全然楽勝。当然のおダメでいけますよね。うん、フラグじゃないよ、フラグオン。フラグは回収しないといけないんだけど、そこは回収せずにいく。クリクリクリクオリティ25秒、いや20秒ぐらいかな。いや当たっちゃったよ。よいしょ、フラグ回収 OK ですよ。みんなで、これはどうやって倒せばいいんだ。本当にただ耐えるだけ。お、来た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 。よいしょ、30秒ぐらい耐えなきゃいけなかったのか。じゃあさっきの残り時間じゃ結局ダメだったんだ。やっぱりゴール。いやー惜しかった。もうちょっとでね、最初の初見でクリアできたんだけど、タイムにやられてしまった。ブルーさん、9分3秒でクリアすることができました。ありがとうございます。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしかったらチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。